にちは、マイチャンネルマイハルです。今日はこちらですね、仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ DK09 タイプフォーミュラーです。はい、こちらですね、新しい仮面ライダードライブのフォームですね、フォーミュラーなので、ちょっとかなり早口に言ってみてみたいなんですけども、ね、ちょっと、ダメだな。はい、戻りました。もしかしたら早送りしてるかもしれない。早送りしてる感じ。早送りしてんのに早口で言ったらすごいことになってたかな。まずいよ。はい、では、早速開けてみましょうか。うん、何も補足説明いらないよね。タイプフォーミュラーだからね。うん、知ってるでしょ。知ってますかね。うん、はい、じゃあ開けていきましょう。うん、フォーミュラー。おーい、では取り出してみてください。はい、タイプフォーミュラー。おー、腕につけるタイヤが2つと F1 でいうところのフロントノーズだね。うん、あとはこちらのトレーラー砲がついてきました。うん、はい、そしてこちらがタイプフォーミュラーですね。うん、かっこいいね。うん、このね、バイザーのデザインどうなのかなっていつも思ってんだよな。うん、なんかサングラスみたい。まあリアウィングもあるしね。うん、まあ本当にフォーミュラーカーみたいなデザインですね。うん、それでここにエンジン入ってんだよね。うんうん、でこれを覆うのはこちらのフロントノーズですね。うん、ちょっとはめてみていいかな。うん、これカチッといきそうだね。あ、こんな感じ。おお。お、これで？いやー、これはね、完全にフォーミュラーカーだね。うん、こうやって見ると、なんか F1 カー乗ってる人みたい。うん、本当にだって F1 の人ってさ、顔しか出てないじゃん。うん、車のこの真ん中部分に顔が出てるだけだからさ。うん、こんな感じだよね。うん、あ、こうやって回るんだ。行くだけだね。ああ、ちゃんと回るな。うん、なんかかっこ悪いね、このポーズ。うん、でもこうやってるよね、なんかね、両手広げてね。こうやると本当に F1 みたいなんだよ。うん、これタイヤ回ってね。いいね。足にもタイヤつければよかったの。そしたらこうやってさ、こうやって飛んでる風にできたのね。フィヨーン。いいね。割とかっこいいよ。思った以上にかっこいい。ちゃんとドライバー F のマークになってます。可動はいつも通りだね。ちょっとじゃあトレーラー砲持たせてみようか。トレーラー砲の両手持ちもできないね。残念だけど。出たな、チェイサー。今度こそ新しい力で舞を倒す。うわー、ついに仮面ライダーを倒す時がやってきた。新しい力を使えたまえ、しんのすけ。フジン、これ一気に加藤してるぞ、チェイサー。なんだと、新しいフォームになったのか。フルスロットル、フルフルフォーミュラータイホー。はい、ということで今回は仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ DK09タイプフォーミュラーでした。